はい、レッドツェッペリン天国への階段ライブバージョンですね、ギターソロの前の、この部分ですね、ジミー・ページはファンファーレと、呼んでおります。最初にジミー・ページがギターで作ったんですけども、それに、ジョン・ボーナムがドラムとしてバンドで合わせた時に非常に苦労したと、言われてますね。で、一説には変拍子だったんじゃないかとか言われますが、ギターの方はちょっと、特殊ですけども、ドラムのリズム的には、そのまま、4拍子って言いましょうかね、きっちりと収まる、普通のリズムでございますんでね、ギターだけで、ジミー・ページはそんなリズムとかは気にしてませんので、このフレーズ、メロディーを覚えていくというのがいいと思いますね。最初の部分は D ですね。D で、1弦の方が中指と小指が外れながら、でたまにジミー・ページはこの人差し指も外しますね。そして、C に行きますが、D から C に行くときは中指が動きます。5弦に。薬指はそのまま。で、人差し指を1弦の方に。で、また離す。で、こう、ハンマリングをしたりですね。この D、D の、今度は人差し指が、なんていうんですかね、5弦の2フレットに来て、中指が1弦の2フレットに来るんですね。こういう動きを、覚えていただければいいと思いますね。そしたらここは、ポジション的には、すぐ分かると思います。最後まで行きましたけども、最後はこんな感じですね、5弦の2フレットを人差し指で、中指で6弦の3フレット、そして Am から、Fm7 ですね、この響きに、という感じでいきますけども、そのファンファーレの部分ですね、実はこの前の曲から、前の曲と言いましょうか、ここからいきますね。そして唐突になりますよね、そのブレイクの部分、ここにもちゃんとカウントが入ってるわけですね、曲というのはもうイントロからずっと1、2、3、4、1、2、3、4と、ですね、これ4つずつ数えていけば最後まで、曲の最後までこれがいくということになっておりますので、これを、そのビートがですね、最後までビートが1、2、3、4といきますのでね、だから、ブレイクで溜めてみんなで顔を合わせてせーのじゃなくて、カウントを取ってですね、1、2、3、4、1、2、3、4ですね。で、ここでチャチャチャーンが入るのが、この1、2、3、4の裏から入ったらダメですね、食っちゃダメですね。1、2、3、4、1、2、3、4のその1、ここが頭なんですね。頭って一番最初ですね。一度でよく聞くと、ジョン・ボーナムがハイハットを踏んでおりますので、ここから、1、2、3、4で数えてみられたらいいと思いますね。1、2、3、4とちゃんとハイハットを踏んでます。で、この部分もちゃんとハイハットを踏んでますんで、一回数えられたらいいと思いますね。で、ここは1ですね。頭。頭、裏から入っちゃダメですね。1、2、3、4。
バンドのメンバーと合わせるんじゃなくてドラムと合わせる、ドラムだけですね。ジョン・ポール・ジョーンズはあの足で実はベースをキーボードですからね、足でベースやってますんで。でジミー・ペイジはこんな、リズムはそこまで、考えてないんですね実はね。それはちょっと言い過ぎですかね。でここきますね。ここが頭じゃなくて実は4拍目の裏になるんですね。ここの、C に行くとこはなんか頭のような感じしますけども実は違うんですね。この辺は、ギタリストは別に気にしなくていいです。ギターの人は、さっき言いましたがジミー・ペイジは気にしてませんのでこのメロディーを覚えると。でもう C に行けばいいですね。リズムは考えずに合わせるのはドラムの方ですから、ドラムが合わせる、お前が合わせろと、ギタリストはもう唯我独尊でいいと思います。ところが、正確に言うとこれは4拍目の裏になるんですね。ギタリストはもう頭のつもりですけども、で、ここはもうフレーズメロディーを本当に覚えるしかないですね。これよく聞きながら一回溜めますよね。ここですね。ですね。でここまで来ると次にでタイミングを取ると。あ、そうそう。でもう一回。ここでもう一回タイミングを取りますね。でさっき4拍目の裏で入ったん で次のここが頭になるので、もう一拍いきます。あ、もう一拍というかもう一部というか、で一回タイミングを取りますね。分かりにくいかな。ね、ここは実はこうタイミングを取れば頭になってきますので、また繰り返し。次は、次がまた C に行きますね。でここは1,2,3,4,5,6,7,8のところなんですね。で4拍目の裏になりますんで、2回目ですね。ちょっとアップピッキングでですね、雰囲気になってます。で難しいなこれ説明するのまあこれはとにかくジミー・ペイジはリズムは気にしてませんので、このメロディーフレーズを覚えてしまうと、もうギタリストはこれでいいと思います。リズムは気にしなくていいですね。ただ入るところですね。入るところはバッチリと、4拍目の裏から入らないと。2,3,4という感じですね。ファンファーレの部分お分かりいただけましたでしょうか。もうギターとにかくちょっとタイミングがですね、難しいですが、リズムは気にしないで、このメロディーを覚えていくと、ですね、いう形がいいと思いますね。リズムを合わせるのはあくまでドラムさんの仕事でございますので、ギターは唯我独尊で行ってみたらいかがでしょうか。というわけでございました。まあいい加減でございますが、まあ私の解釈はそういうところでございますので、
張っていきたいなと思っておりますというわけでございました。ギターソロですね、ギターソロにも、まあ、挑戦していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。 See you next time.